黄砂の状況をお伝えします。3月31日水曜日8時50分視程10キロということで東京虎ノ門で黄砂を観測しました。いただいたリポートを見ていきましょう。東京八王子市からいただいたリポートです。空は黄砂で霞んでいます。暖かい朝ですが風が心地よいですといただいたリポートです。日差しは届いていますが太陽がぼんやりとしている様子、空も霞んでいるのがわかります。気象庁のひまわり衛星画像黄砂監視画像で見ていきますと、このように白く映るのが雲の様子です。そして少し見えづらいかとは思うんですが、黄色からややこうオレンジ色、茶色っぽく見えている黄砂の様子が関東そして中部周辺で見られているのがわかります。昨日一昨日と黄砂の濃度が高くなっていた日本周辺なんですが、今日はこの昨日や一昨日に比べてみると黄砂の濃度は低くはなっていますが、実際に観測されている地域もあるということで、この後も注意していただきたいと思います。お天気カメラも見ていきましょう。千葉県に設置していますお天気カメラの様子です。こちらでも空がぼんやりと霞むような様子、また街も霞んでいて少し見えづらくなっているのがわかるかと思います。この後もだんだんと黄砂は少なくなっていく予想ではありますが、お洗濯物を外干しする際など気になる方は部屋干しにしていただくなど対策を取るようにしてください。黄砂の情報をお伝えしていきました。